手紙。リョウさん、まだ起きては。平気だよ。イネさんこそ大丈夫なのか。はい、何かしていないとかえって気がめいて。そうか、でも無理はダメだよ。はい、そうそう、これを。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは。福原さんなら道場にいると思いますが。そうか、ありがとう。りょうさん、いいんですか。心配ない。それよりあの男のことだけど。あの男。ああ、乱亭と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた。鏡をよこせと。俺その後道場から放り出されて。黒い服のやつらはなんて名乗ってた。それが突然現れて何も。そうか、ありがとう福さん。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。りょうさん、なんでそんなことを。りょうさん、どこに。まさかあいつらを探しに。やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。俺の目の前で親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。寮へ。武術の道を歩む者は己の信念を全うするため死することも覚悟しなくてはならない。信念に生き、信念に死す。それが私の生き方だ。リョウ、お前も己の信念を胸に道を歩め、そして極めよ。ひょっとして親父は乱亭が現れることを予期して。